マッシュー・リースは、イギリスの俳優。ウェールズ・カーディフ出身。マッシュー・リースと紹介されているが、リースと発音する。1996年に、王立演劇学校を卒業。主に、イギリス国内の舞台、テレビドラマ、映画に出演している。2006年から2011年まで放送された、ブラザーズシスターズのケビン・ウォーカー役、二千十三年から、 放送されたジ・アメリカンズのフィリップ・ジェニングス役で知られ、第70回エミュー賞ドラマ部門主演団優勝を受賞した。ウェールズの首都カーディフで生まれ育つ。基礎教育はウェールズ語で受けた。したがって第一言語はウェールズ語だが、英語も同様に話す。両言語とも母国語と言える。17歳の時、学校のミュージカルエルビス・プレスリーで主役を務め、 ロンドンの王立演劇学校に1993年に入学、1996年に卒業。ラダ在籍中に英国放送協会のポリスシリーズ、バック、アップ、ハウス・オブ・アメリカに出演。その後、カーディフに戻り、ウェールズ後の映画、バイド・イン・ロルに出演、ウェールズ・アカデミー賞ベストアクターを受賞。1998年1月、ニュージーランドのテレビドラマ、 グリーンストーンに出演。2000年には、ジュリー・テーモアの初監督映画、タイタスで、アンソニー・ホープキンス及びジェシカ・ラングと共演。ミラクル賞、ハロルド・スミスに、何が起こったか、に出演後ウェールズに戻り、スモール・ミラクルと、ベリー・アニー・メアリーに出演。ベリー・アニー・メアリーでは、ABC のテレビドラマ、ブラザーズ・シスターズで共演するレイチェル・グリフィス、長年の友人である。 ヨアングリフィズと共演。2000年にはグラナダテレビのドラマメトロポリスに翌2001年には映画ピーチに出演。また同じ年にロンドンのギールクッド劇場での卒業公演では主役ベンジャミンを演じ批評家から絶賛された。17世紀を舞台とするアブダクションクラブをアイルランドで撮影、またタブロイドに主演し再び、 ニュージーランドへと向かい BBC のテレビ映画、ロストワールドに出演する。他に第一次世界大戦のプラハが舞台となった、ホラー映画、デスフロントや、クライムコメディー、フェイカーズに出演している。2006年に、私の婚活恋愛術。2007年に、バージンテリトリー。そして2008年にはザ、ザエッジ・オブ・オーセンカの愛と続けて映画に出演している。2010年には、 パタゴニア、クロッシング・ザ・プレーン、クレシー・アール・ペイスを上司。南米パタゴニアの1ヶ月にわたる旅を、数多くの写真とともに英語とウェールズ語で記述。歴史的背景をもとに、パタゴニアのウェールズの植民地を設立したウェールズ人に思いを馳せている。また、パタゴニアへのウェールズ人の意味を描いたドラマである、パタゴニア・パタゴニアに出演。2013年からは、 FX のスパイスリラードラマジ・アメリカンズに出演し監督も務めた第70回エミー賞主演男優賞を受賞したラグビーの国際試合に出られるなら喜んでキャリアを放棄するというほどラグビー好きまた同じウェールズ出身の俳優ヨアングリフィズとはとても親しく10年近くフラットをシェアをしていたヨアングリフィズの結婚式では ベストマンを務めお祝いのスピーチを行った。ウェールズのカーディフアにあるウェールズミレニアムセンターのハイジェンクスシアターの講演者でもある。ジアメリカンズの共演者、ケリー・ラッセルと交際し、2016年には子供が生まれた。ありがとうございます。